こんにちは、佐藤ささらです。春の花は桜だけじゃなくて桃もね、という作者からの依頼で、茨城県古河市に来た私たち。久保公園で桃の花をたっぷり楽しんだ後は、さあまた中心街に戻るわ。古河には面白い建物がいっぱいあるの。街並み好きにはたまらないわ。これは新しそうな建物ね。古河文学館、古河にゆかりのある作家の作品の展示があるわ。入り口の灯籠もかわいい。こちらは文学館の別館である、永井道子旧宅。永井さんは歴史小説などで知られる古河出身の作家さんよ。緑がかった壁もなんだかおしゃれえ。こちらは天国美術館。建物は大正時代に建てられたもので、大谷石で作られた3階建ての蔵が特に素晴らしいわ。天国って何？天書体の文字をハンコに刻むことね。今まで歩いたところにも天書体の看板文字があったのよ。私の名前も彫ってほしい。こちらの建物はガソリンスタンドの跡みたいね。利根川油店さんと書いてある。家屋の配置がとても面白いわ。和風のガソリンスタンドなんてあったんだ。裏通りに入っても立派な蔵があるわね。うなぎ屋さんの門も立派ね。食べていかない？予算が足りないわ。こちらは正常寺黒門。もともとは土井家江戸屋敷の門だったみたいね。この人は土井利勝公だって。古河藩主の中で最も有名な人ね。さっき言った古河久保公園に桃の木が植えられて古河の名物になったのも、利勝公が古河で薪が不足していたので成長が早く実もつける桃を江戸から持ってきたことが由来らしいの。なかなか風情がある塀が続いているわね。門構えも立派なお屋敷ね。この通りは杉並通りらしいわ。ここも武家屋敷の跡のようね。お城が壊されたといってもなんだかんだと城下町の面影も残っているのね。こちらは横町柳通り、旧日光街道になるわ。同じ古い町並みだけど、こっちは商家中心ということかな。あ、これはネバールくん。彼を見ると茨城にいるという実感が湧くわね。そんなものかな。古河にゃんこだって、こっちのキャラの方が可愛くない？高見にゃん石と土井シャムツラか。ももかちゃんもいたし、古河はキャラが豊富だね。こちらは武蔵屋さん。堂々たる和風建築で明治時代の建物。鬼瓦がいろんな方向についているのも見どころね。ここもうなぎ屋さんか。こちらのお宅は前面が洋風で後ろの蔵が和風ね。石造りかしら。こっちのお店はいろいろなものが売ってる。提灯にタバコに切手も昔ながらのコンビニってことかな。古橋荒物店さんらしいわ。荒物？ほうき、ざるといった日用品のことよ。雑貨屋さんの方が今は通りがいいかも。なるほどね。この郵便ポストも古いタイプだ。丸ポストはたまに見るけど、入り口の装飾が珍しいわね。こちらは鍛冶町通り。これまた大きなお屋敷ね。古河鍛冶町未来蔵という商業施設に再利用されているわ。道路の真向かいにも立派なお家が。こちらの黒い蔵が富岡蔵。もともと少し離れたところにあって、引き屋という建築工法で70メートル動かしてきたそうよ。裏手にある石造りの蔵は境蔵。
古座には博物館がいっぱいあったけど、ここも一種の博物館だね。このお寺には大仏様があるみたい。この前見損ねたから嬉しいわ。私を連れて行かないからだよ。つづみちゃんと大仏様見るの、これで3回目だよ。どう？さっぱりとした感じね。小さくて新しいのだけど、それだけに身近なものを守ってくれるって印象かな。お疲れ様。古賀の街どうだった？久々にお散歩できてよかった。桃の花がこんなにいっぱいあるのは初めて見たよ。春は桜だけじゃなかったんだね。ただグルメレポートしたかったな。ご視聴ありがとうございました。